ドキッとこいつは返しとくぜ。目当ての宝石じゃなかったしな。いつの間に。あ、ケンタは？うん？穴の下で寝てるよ。ぐっすりとな。なるほど。子供にまでなりすませることを証明したかったってわけか。ピンポーン。この怪盗キッドに不可能はないってことをな。じゃあな。待てよ、忘れ物だぜ。あっこの格好で森の中に逃げ込んじまえば他の隊員と区別なんてつかねえよ。